スーパードールリカちゃんは、1998年10月6日から1999年9月28日まで、テレビ、東京系列で放送された、テレビアニメ、魔法少女作品に属する、全52話。アニメと並行して、正解ミヤによるコミカライズ漫画講談社の少女向け漫画雑誌、仲良しに連載された、宝のロングセラー商品、 リカちゃんからのスピンオフ作品。リカちゃんの発売30周年にちなみ企画された。設定やストーリーは完全にテレビオリジナルで制作されている。当初は2クールで終了する予定だったが、後に4クールにまで延長された。その関係もあり、最後の4クール目のみ主題歌、劇ともが一新された。平均視聴率6%、最高視聴率9%と、 同時期のテレビ東京18時代としては高い視聴率を獲得。16社のライセンシーが185アイテムを販売し、総売り上げは約40億円に達するなど、関連商品はヒットしたが、ビデオ市場は予想より不審に終わった。宝玩具のミクロマンマグネパワーズのアニメ版、小さな巨人ミクロマンが別製作会社によってほぼ同時期に放送されており、 本作道ルイサム役の伊藤健太郎は同作の主人公、アーサー役として出演していた。また、両作品で劇場版が制作され、99夏東映アニメフェアの同時上映作品となっている。広塚草浦町に住む普通の小学3年生、香山理科。ある日、理科は博物館見学へ行く際に祖母の名前からコーリングリングというお守りを手渡された。 そしてその日から、リカや友人の高林大たちの周りで不審な事件が起こり出す。実はリカは異次元の世界、ドールランドの未来の女王。あくまでボールが7への双子の姉、八重を操って、ドールランドを凍り付けの世界にしようと企み、八重の部下、ドクタースケアクロー一派を使わして、直女王であるリカを狙っていたのだ。しかしリカに危機が迫るとき、 コーリングリングが光り輝き、彼女を守るドールナイツの一人、ドールリカが助けてくれる。襲い来るスケアクロウたちを撃退していく中で、新たに、ドールイズミドールイサムというドールナイツたち、そして不思議な転校生、カトリーヌが、リカたちの前に姿を現す。ドールリカや、ドールランドの秘密を少しずつ知りゆくリカの運命は、そして、ドールリカドールイズミドールイサムのドールナイツは、 デボールの野望を食い止め、ドールランドをマナー溢れる平和な国に戻すことができるのか。ドールランドの王家を支え、人形たちの生涯を守っていると信じられている。三体の守護人形が使えるのは王の器を持つ者だけ。王家に伝えられているコーリングアイテムに呪文を唱えることで、ドールナイツを呼び出すことができる。守護神、ドールナイツは、その身を人形から、 様々な姿に変えて、理科を守る。コーリングアイテムは、ドールナイツを呼ぶブレスレット型のアイテム、コーリングリングと、ドールナイツを起動させて、活動のパワーを送るアイテム、コーリングペンダント、コーリングチョーカー、コーリングウォッチがタイになっており、基本としてこの両方が揃って、初めて、ドールナイツは、動くことができる。ドールナイツの使命はあくまで、 コーリングリングをつけているものを守り、起動させてくれるものに服従することであり、そこに善悪の判断が入る余地は基本的にない。したがって扱うものが邪悪ならば、ドールナイツも悪の先兵になってしまう弱点がある。また、ドールナイツはそれだけで常時活動することは不可能で稼働するためのパワーとそれを送るものの存在が不可欠である。したがって、 ミサオ車からのパワーが何らかの原因で弱まると、活動に支障をきたし、戦闘モードに変身できなくなったり、戦闘力の低下、最悪の場合は、動きが止まったりしてしまう。起動時において、ミサオ車とドールとの物理的距離は、関係がなく、コーリングアイテムさえあれば離れていても起動させることが、できる。エンディングの映像には、第一話をはじめとするシーンやルッキーの PV の、 カットが使われており、専用のアニメーションは作られていない。1999年に、パイオニア LDC からテレビ放送文を全話収録した VHS ビデオと DVD が発売されている。VHS ビデオは、1巻目は、第1話のみ、収録、2から14巻は、各2話、収録、15から19巻は、各4話収録、最終巻は3話収録で、 全20巻。各巻の表示は、関数ではなく、その巻に収録した最初の回のサブタイトルを関している。DVD ビデオの関数カウントは STEP で、STEP1 は、第1話メニュー画面に設定資料集を収録。STEP2、e、STEP13 は、各4話収録。STEP14 は3話収録で、全14巻。 DVD ビデオ例明機に発売されているためパッケージはジュエルケースとなっている。劇場版リカちゃん絶対絶命。ドールナイツの奇跡の収録メディアはパイオニア LDC から VHS ビデオのみが発売されている。放送日時は個別に出展が提示されているものを除き1999年9月時点のものとする。 アニメ放送期間中の1999年7月31日に、スーパードールリカちゃんリカちゃん絶対絶命、ドールナイツの奇跡のタイトルで、99夏東映アニメフェアの上映作品として公開された。アニメ放送と並行して、正解ミアによる漫画版が仲良しにて1998年11月号から1999年10月号まで連載された。 単行本は、KC 中良よしより、全2巻。1999年6月、ISBN4 から06から17万8917から1。9 9 9年12月、ISBN4 から06から17万8928から7アニメを原作とするコミカライズだが、著者名義は、正解未や単独である。基本設定や、前半のエピソードは、 アニメとほぼ同じだが、途中から香山リカと、高林大、まきさん類とドールリカの関係を強調するなど、オリジナル色が強くなっている。また、本編以外に、正解のオリジナル設定を膨らませた、外伝、夢恋像詞が描かれており、単行本にも収録されている。作者の正解宮は、最初に、リカちゃん人形が巨大化して戦う話と聞いたとき、 巨大ロボットものを連想したという単行本にこのネタをもとにおまけ漫画、それいけ、ジャイアントスーパーメカドールリカを描いている。連載中に掲載されたこれまでのお話は第2話から第6話までは、香山理科が語る形式という当たり障りのないものだった。しかし、第7話から最終話までは理科以外の主要キャラクターが4コマ漫画で語るというものに変わり、 実際のあらすじ解説とはほど遠いものになった。リカちゃんのスピンオフ作品であることから、宝より、玩ングのドールを商品展開した。スーパードールリカちゃんリカちゃん絶体絶命。ドールナイツの奇跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。